さあ、りつき選手、第3ラウンド。第3ラウンドでございます。一平君の腕を乗り越えて、見事ちくわを奪い取れるでしょうか。あ、もうすでに難関だ。もうすでに難関だ。もうすでに難関だ。膝を乗り越えられない。右膝を乗り越えられず、あとインターバルのクッションです。インターバルの緑クッションから帰ってきました。リングに帰ってきたリスケンジュ。顔デンジャーゾーンまで顔を近づきた。デンジャーゾーンまで顔を近づきた。危ない。それじゃ行くと危ない。リスケン選手、様子を伺っております。あ、ちょっと離れましたね、デンジャーゾーンから。あーなー今回は慣れてきました。今回は泣かずに我慢できました。三月選手、ちょっと今休憩に入りました。お、だいぶご機嫌ですね。まるで勝ち誇ったばかりに。わーっと違うルートか。攻め込んできた。攻め込んできました。そして三月選手、あのこちらのごとく方向で、ね、言いながら、どんどんテーブル内に進行してきております。あーっと、お玉が危ない。あーっと、インダクに手を伸ばした。危ない。机の上にあるもの何でも掴むぞ。としている。危険だ。おっと、お父さんを威嚇している。笑顔での威嚇。お父さん、微動だにしませんでした。ああ、やっと捕まり立ちできるようになった伊月選手。今ね、テーブルに手をつけて、ほとんど手をつけて、だいぶ調子に乗って、テーブルを叩きました。さあ、第4ラウンド、ゴングが鳴るのでしょうか、これは。あと、伊月選手、疲れてしゃがんでしまいました。インターバルです。お、休憩が終わった。早い。伊月選手、早い。おっと、伊月選手、カメラ目線だ。あと、リス選手、お母さんに掴みかかろうとしています。リス選手、ママに掴みかかろうとしています。あと、リス選手、アナウンサーにもメンチを切ってる。すごい。わずか9ヶ月のリス選手、ものすごい。あと、方向。リス選手の方向。リス選手の方向。ふんふん言ってる。あと、そしてしゃがんだ。頭から突っ込んでいった。今回はリングの下を通ってどこに行こうというんでしょうか。リツキ選手、リングの下を通って、なんとお父さんの向こう側まで行ってしまいました。おっと、リツキ選手、リングの上に近づいたと思ったら、あー、今度は反則だ。掴みかかってる吉野森。母ちゃん、デンジャーゾーン入ったよ。掴みかかってる吉野森。パパに掴みかかってる吉野森でございます。あ、そして、あー、テーブルの上にまた、あの悲劇が起こるのでしょうか。どの悲劇が起こるのでしょうか。ひっくり返しがきます。りっちゃん、あっちのデンジャーゾーン行ってよ、ね、それを取りたい。りつき選手、はちゃん、あっちのデンジャーゾーン行った。作るのでしょうか。りつき選手、ダメ、それ生ものだから。はちゃん、はちゃんじゃない、りっちゃん。口開けてる。リツキ選手、ちくわにつられております。そして食べたいかと言わんばかりにちくわにつられて、あー、特徴を大きく開けて。じーん。ちょっと嬉しそうだ。ちょっとデンジャーゾーン行ってよ。食べれなかったのに嬉しそうだ。食べれそうな距離に近くる。リツキ選手、口を開ける。でも食べられない。おっと、リツキ選手、ちょっと距離を取ろうとしたのか、様子を見てるのか、少し首を引っ込めました。観察するちくわを観察するリツキ。さあ、どちらが勝つのでしょうか。あっと、笑顔で僕のところに来たら美味しく食べてあげるよと言わんばかりのリツキ選手の笑顔でした、今。あ、笑顔してた、ね。素晴らしい笑顔でした。どれ？あーと、口を開けるけども、なかなかかぶりつきはしませんね、リツキ選手。反則技はまだ使わないようです。どうやらね、
赤ちゃんのだけにベビーフェイスだそうです。はい、デンジャーゾーン。デンジャーゾーンに、あー、あと、危険だ、危険だ、危険なデンジャーゾーンに近づいてきました。危険なデンジャーゾーンに近づいてまいりました。あーっと、おーっと、ちょっと精神統一のクッションですよ。あーっと、フェイントの。飽きたな、もう。もう飽きました。どうやら飽きたようです。どうやらリス選手、もう飽きたようです。わあ、あ、やばいやばい、デンジャーゾーンに、デンジャーゾーンに、デンジャーゾーンに近づいてきました。天井に近づいた。おっと、学習したのかと乗り越えてはいかないようだ。いやいや、もう見しよう。いつきでしょ。ちくわには未練があるようです。ちくわには未練があるようです。あーっと、口を開けて、口を開けて食べようとする、食べようとする、ちょっと近づいてまいりました。うん、うん、おいしいよ、いつきでしょ。さあ、来るでしょうか。興味を示して進み始めようとしております。進み始めようとしております。お母さんも後ろからね、手を押す。さあさあさあ、くかくかくか。おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ。あ、すごい笑顔で僕の口に飛び込んでこいと言わんばかりにちくわを誘惑しております。僕の口に飛び込んでこいと言わんばかりにちくわを誘惑しているリスケジュ。おーっと、首を縮みました。おーっと、テーブル耐えた。早く来いと、早く来いと言わんばかりに。おーっと、食わせろ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 と言ってる、食わせろ、食わせろと言ってる。興奮して起きております。リスキ選手、興奮してきております。テンションも上がっております。最高潮でございます。おーっと、テーブルを揺らしている、テーブルを揺らしている、テーブルを揺らしている。アースクエイクか、地震か、人間地震か、赤ちゃん地震か。まあ、赤ちゃん本番もびっくりだ。あ、リスキ選手、スクワットからの、スクワットからのテンション上げのテーブル叩き。大変なことになっております。大変なことになっております。いつき選手、なかなかちくわに口が届かない。イライラしている、イライラしている。いつき選手、ちょっとイラついてきましたね。さあ、どうなることでしょうか、これは。あ、なかなか早く食わせると、早く食わせると、なかなか口に届かない。あーっと、諦めたか、諦めたか、いつき選手。お、まだ諦めない、まだ諦めない。あーっと、今度は手だ、手だ、手だ。しかも、しかも、ちくわの穴の中に人差し指を入れようとする。ちくわの穴に人差し指を入れようとする。さすが、りつき選手でございます。さあ、ちくわの方も一段去って、また一段。もうね、あの、おでんのつゆから出されて、早5分。確かに、5分ぐらい経ってるよ。ちくわさんもね、もうそろそろ潤いたいとか、大変だと思います。ということで、ということでね、リスキ選手第5ラウンド、ね、終了しましたので、ね、また動画をお届けしたいと思います。ありがとうございました。実況はペイでした。うん。